ただいまですね、大洗駅、茨城県の大洗鹿島線の大洗駅に来ております。こんな感じで、ここが駅なんですけど、駅の改札内、改札口のところにある改札外ですねの売店で駅弁を2つ買ってきまして、そのうちの1つがこのダイダラ坊のハマグリ飯ですね。では開けてみます。ハマグリは茨城県の本当に名産なんで嬉しいですね。ハマグリ弁当のうちがあるのが万年屋さんですね。すごい趣のあるこんな感じの箱ですね。じゃん。ということで、うわ、すっごい美味しそう。ハマグリぎっしりですね。ハマグリって今すごい高級魚なんですよね。ということで、ハマグリ飯を後で食べてみます。